カボット。カボット、アセス・キャボット、CV、CVL-28 は、アメリカ海軍の航空母艦、インディペンデンス級航空母艦の7番艦。艦名は15世紀の航海家、ジョン・カボットにちなみ、1775年に創設された大陸海軍の一艦、から受け継いだ二代目が本艦である。カボットは、 ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で、軽巡洋艦ウィルミントン、アセスウィルミングトン、CL-79 として寄港する。1942年6月2日に、CV-28 に艦種変更され、6月23日にカボットへ艦名変更する。カボットの艦名はもともと同時期にベスレヘムスチールで建造されていた。 エセックス急行空母艦の一艦付けられていたが、その艦は3、35回回線で沈没した、レキシントン、CV-2、アセスレキシントン、CV-2 を記念して、レキシントン、CV-16、アセスレキシントン、CV-16 と改名された。1943年4月4日に、AC リード夫人によって命名、浸水し、 1943年7月15日に CVL-28S 再変更。1943年7月24日にマルコム・フランシス・シュフェル艦長の指揮収益した。カボットはロードアイランド州を1943年11月8日に出港。新樹湾に向かい12月2日に到着する。1944年1月15日、カボットは マジュロ攻撃のため、第58任務部隊、マーク・ミッチャー少将に加わり、後に、数々の栄誉を受けることとなる軍歴を開始した。2月4日から3月4日まで、ロイ・コールナムル島、トラック島への関西域による攻撃で、マーシャル諸島攻略の支援を行い、2月17日のトラック島空襲では、第58.2任務軍、アルフレッド・エーモント・ゴメリー少将に属し、 トラック諸島の日本艦戦撃滅の一翼を担った。カボットは短期の修理で真珠湾へ戻ったが、その後マジュロを出撃し、3月末からパラオ、ヤップ島、ウルシー艦渉、ウォレアイ艦渉への攻撃を行う。ホーランディア攻撃のま4月22日から25日まで航空支援を行い、4日後にトラックへの再攻撃及び、 サターン艦渉とポナペに攻撃を行った。6月6日、マリアナ諸島攻略の前に再びマジュロを出撃し、19日、20日にはマリアナの斜面取り打ち、ザ・マリアナスターキーシュートと揶揄されたマリアナ沖海戦に参加した。カボットの第31航空団は、伊王島、パガン島、ロタ島、グアム、 ヤップ及びウルシーの日本軍基地への攻撃を8月9日まで継続した。1944年9月のパラオ進行前の攻撃でカボットは第38任務部,部隊マーク・ミッチャー中将と共にミンダノ島、ビサヤ諸島及びルソンへの攻撃を行う。10月6日に第29航空団は第31航空団と交代しカボットは 苦しい干渉から沖縄攻撃のため出航。10月10日に沖縄を空襲し、10月12日、13日には台湾を攻撃している。カボットは10月13日と14日に台湾沖で来撃を受け大破した、重巡洋艦キャンベラ、アセスキャンベラ、CA-70 及び軽巡洋艦ヒューストン、アセスヒューストン、CL-81 の第一不能部隊。 クリップルディビジョン1に加わった。第三艦隊司令長官、ウィリアム・ハルゼー大将は、傍受した日本側のラジオから大勝利を連呼する放送が流れているのを聞き、日本側がアメリカ艦隊全滅と信じきっていると感じた。そこで日本に対して罠を仕掛けることとしたのである。結果的には日本側はハルゼー大将の罠にはかからなかったが、 いずれにせよ、地くキャンベラとヒューストンの安全を確保した。その後、ビサヤ諸島への攻撃を継続。10月23日から26日の冷凍機械戦では、第38.2任務軍、少々に属して参加した。カボットは引き続き陸上への攻撃を誘導し、絶望的な特攻攻撃を交わしながら、ルソンへの偵察、支援任務を継続した。 しかし11月25日、カボットは特攻機の命中を受ける。この日、まばらカ島を11時30分に出撃した、神風特攻隊吉野隊をはじめ、フィリピン各地から4体の特攻隊が出撃した。4体は第38.2任務軍に殺到し、1機の特攻機がカボットに激突、左辺の20ミリ機銃大座を破壊し、40ミリ機関砲が使用不能となった。 多数の派遣が試算し、カボットの乗組員62名が死傷した。しかしながら、乗組員によるダメージコントロールは速やかに行われた。上空で警戒していたカボットの関西域は、ハンコック、アセスハンコック、CV-19 に突入する4機の特攻機のうち2機を撃墜した。カボットは任務に死傷がないことを確認し、 応急修理の後作戦行動を継続したが、11月28日に本格的な修理のためウルシーに帰稿する。カボットは12月11日に任務に復帰し、第38任務部隊の一貫として、ルソン、台湾、インドシナ、香港及び南西諸島への攻撃を行った。1945年2月10日から3月1日まで、カボットの関西機は、 硫黄島上陸に対する抵抗を抑えるため、本州及び小笠原諸島に対する攻撃を行った。引き続き、日本本土侵攻作戦の準備としての沖縄及び、九州に対する、継続的な攻撃へと移る。4月7日には東、シナ海にて、沖縄水上特攻作戦に出撃した、日本艦隊の攻撃に参加し、戦艦大和等の撃沈に貢献した。 前年から続く、集中、継続的な作戦の後、カボットは、オーバーホールのため6月に、サンフランシスコに向かった。オーバーホールを終えて、真珠湾での再訓練の後、カボットは、第32航空団を上官させ、エニウェト区干渉に向かう途中、8月1日に、戦艦ペンシルベニア、アセスペンシルベニア、BB-38 と共に、ウェーク島への攻撃を行った。 その後、エニウェトクで終戦まで、訓練任務に従事した。カボットは8月21日に、第38.3任務軍に加わり、航海水域で9月から10月に上陸部隊の支援を行った。グアムで、福音兵を上艦させると、11月9日に、サンディエゴに到着、その後東海岸へ向かう。カボットは1947年2月11日に、予備役となり、 フィラデルフィアで保管された。カボットは1948年10月27日に最終駅し、海軍航空予備役兵の訓練のために運用されることとなった。最初フロリダ州のペンサコーラから続いてクオンセットポイントから展開し、カリブ海へ巡航する。1952年1月9日から3月26日までヨーロッパ水域に展開。 1955年1月21日に、再び予備役となり、フィラデルフィア海軍基地で予備役艦隊入りした。1959年5月15日に、航空機輸送艦、アベットマイナス3として、艦首変更された。不活性化が行われて12年が経過した1967年、カボットはスペインに対応され、空母、デダロとして収益した。 1972年に太陽から売却に変更され、デダロとしての寒列は1989年まで続いた。1989年8月、スペイン海軍から除籍されたカボットはアメリカに戻り、翌年6月29日にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。船体を博物館へ転換するため、民間団体が無償で譲り受けたものの、 この運動は成功せず、ニューオーリンズのドックに経流されたまま、年月が経過した。民間団体は負債を支払えなくなったため、船体は競売にかけられることとなり、連邦保安官により1999年9月10日に、テキサス州のブラウンズビルにある、サベマリーンサルベージ社サベマリーンサルベージへと引き渡された。2000年11月より、 ブラウンズビルで船体の解体作業が開始され、翌年2001年8月7日には、国定歴史建造物の指定も取り消された。2002年に船体の廃棄が完了したものの、この時点でカボットの環境部分だけは残っていた。これは、第二次世界大戦時に数百隻以上も存在した、軽空母及び護衛空母の最後の遺産でもあ、 テキサス州リオ本土にあるテキサス航空博物館が保存のため動き出したが、ほどなくして閉館となったためこの運動も頓挫し、ついに環境部分も取り壊されてしまった。その後、ペンサコーラの国立海軍航空博物館がカボットの環境のレプリカを制作した。飛行看板を模した展示スペースで関西機と共に展示されており、対戦中の姿を忍ぶことができる。 カボットは第二次世界大戦の選考で主君部隊賞を与えられる9隻の空母のうちの遺跡であり9つの従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。